どうして動物には尻尾があるの？みんなこんにちは、はてなくんだよ。今日は昨日の続きだよ。どうして動物には尻尾があるんだろう。またいろんな動物さんにお話聞いてみるね。おう、俺はワニ。俺の尻尾が何のためにあるかって？そりゃあもちろん戦うためさ。俺たちワニやコモドオオトカゲはこの太い尻尾を振り回すんだ。この俺の太い尻尾に当てられたやつは気を失ったり骨を折ったりしてしまうんだ。俺はエイ、無知のような尻尾を持ってる。この尻尾ギザギザしてる上に毒を持っている仲間もいるんだぜ。俺はサソリ。俺のこの尻尾には毒針がある。ハサミで相手を捕まえてこの尻尾についた毒針を獲物に突き刺すんだ。怖いだろう。もう嫌だな、そんな怖いことばかり言って。僕たちキジやクジャクくんはこの尻尾でプロポーズするんだ。ほら、こうして尾を広げてね。もっと僕を見てよってね。やっぱり愛でしょ。今日のまとめ。尻尾で戦ったりプロポーズする生き物もいる。今日も見てくれてありがとう。君もチャンネル登録して生き物博士になってね。じゃあねー、バイバーイ。